代のキオクラは大原と2人で撮ったんですけども、この6ヶ月間育てたキオクラのワールドについに嵐が誕生してしまいました。そして今回はですね、幼馴染の帰宅部トリオで PVP やっていきたいと思います。ただ PVP をやるだけだとちょっとね、実力差が結構出ちゃうんでね、いろいろハンデ盛り込みつつやっていきたいと思います。今日は大原 VS 清原大隊で、大原言ったらもう前から10年やってて、俺今2人いたぞ、僕らもう初心者なんですけども、僕キヨキヨ大隊初心者なんですけど、はい、PVP で2対1で大原に勝てるのかやってきたと思います。どうも皆さん、キヨキヨです。そしてあーよつです、大原です。そしてどうもこちら大隊です。よろしくお願いしま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 す。大原さん勝てるんすか、僕ら実際どうなんすか。君たち、はい、二人の歴合わせて何年だい。僕は多分去年の11月から本気でやり始めてるから、あ、でも言うても半年になるのか。半年か。耐えたいどれぐらい耐えたい。俺は本気でやり始めて、うん、2週間じゃあ半年と2週間です、僕らは。はい、そうです。はい、まあ、トントンだよ。いや大原パイセンね、10年やってますから。歴が違うんで、歴が。歴が違う。お前、歴だけが全てだと思うなよ。いや、歴だけが全てだよ。あれ、外せ、もうちょ。ほら、これ、やめなさい。あじゃあ、あれじゃあ、あれ。なんで俺のやめなさい、やめなさい。まだ始まってないんだから。こういう感じで始まるの、これ。違うでしょ。一回出ましょう、一回出ましょう。あー、おはー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあですね、ルールを説明します、皆の衆。はい。はい。今回はタイタイとキヨキヨが組みます。これは別にいじめではありません。いじめないね。ああ、いじめられた、いじめられた。正当な、そう。苦しいわ、悲しいわ。そして皆さんには1回の試合につき、ですね、食べ物をですね、2個を渡します。これ助っ人外国人頼むのありですか？ダメです。助っ人外国人枠なんですか？じゃあタイタイ、はい、渡そう、はい。この鉄ブロックのところにちょっと入れといて、私も、じゃあ2個ね、はいはいと。なるほどね。よし、じゃあ、うわー、なんかやばい、スケルトンいますよ、スケルトン。こっち丸腰なんだよ、ちょっと一回タイタイを僕らで、あれ大原だと思ってちょっと倒そうか。じゃあ本気で言っていいってことだ。じゃあ俺後ろから、うらーうらーおら、あれ、あ、痛い、燃えた、かわいそう。炎上させろ。あ、今キヨキヨさんで心の声が漏れましたよ。炎上してる、来ましたか皆さん。炎上してる、僕のこと今燃えそうとしましたよ。ちょっと大原さん、お前ら回し急いだぞ。僕ら戦っててめっちゃ膝に矢を受けてしまってないで。殴るだ。ダメージ食らっちゃったんで、皆さん、お肉食べましょう。お肉、わかりました。これ自由に。はい、じゃあせめてさ、はい、21なら肉3つとかくれよ。いやでもそれはだって技術の差があるやん。すげえ技術への信頼感がやばいな。だからそれでいけるのかってちょっと検証あるから。あ、検証だからこれは。なんで本でもらうことが偉そうなんだ。第1ラウンドスタート。そしてルールなんですけども、はい、この戦いの場所はピラミッドの内部のみになります。よろしくお願いします。そして、ですね、皆さん戦ってる最中は F1 を必ず押してください。 F1 ね、はい、相手の名前が見えないように戦っていただく。あー、 F1 か。そして防具ももちろんなしですし、素手で戦って、食べられるのは肉2個のみと。肉2個のみ、はい、いう感じでございます。これ F1 をしたら、真ん中の十字のやつも消えちゃうから大変なんじゃない？2人とも。そうだね、それ難しいんだけど、確かにやっぱ名前が見えてない方が面白いから、そこはもう連動が出るからね。うん、ああ、じゃあそれでは、じゃあ隠れるところから。いや、隠れんぼじゃないから。そうだね。じゃあ端っこでスタートしよう。最初はみんな端っこにいる。サバゲーみたいな。いやいや、大体俺らのところ。オッケー。で、大原、そうだね、アイアンゴレムトラップの上、裏か。え、このピラミッドの上とか下はあり？うん、いや、もう内部です、内部。なので、地下はなしですね。その、ブランチマイニング場はなしで。あー、オッケー。ただ、なんか地理的に一段下がってるとこは大丈夫です。はい。あー、よし、行きますか。よっしゃ、行くで。ちょっと、タイタイさん、作戦どうする？作戦はやっぱり、僕ら、なんといっても強いのが、はい、やっぱこう、2人いるからサンドイッチ戦法が強いと思うんだよ。ハサミ打ちね。そう。お前らマルヒ声やぞ。バン。違う部屋行くとかやるやん。そして、うん、でもね、大原は
どういう戦法で来るんだろうね、大原ね。いやもう大原だって2人だから、はい、多分、うん、俺たちがばらけたら終わりなんだよ。確かに。まず1人確実に倒してから行く、うん、まあ、隠しといたら大野犬を拾って殴り行くが正解。いやそれはやばい、それはやばい。離れちゃダメだろ。だから俺ら絶対もう2人でいいよ。2人で気をつけなくちゃいけないのが、俺タイタのことぶん殴ったらやばいから。あ、そうか。こう混戦にあってお互いにってことはダメだからこうリーチをしっかり保ちつつ戦う。そうだね、そうだね。で、タイタイ、じゃあタイタイ先導してもらっていい？今回了解です、了解です、うん、じゃあそれで大原さん、準備はよろしいでしょうか？じゃあみんな、ニックちゃんと手に持ってるかい？え、吹いちょしたら見えなくなるからね。確かに、あ、ニック持ってます、はい、持ってます、持ってます。それでは、マイクラ歴10年、はい、大原 VS、合計歴、6ヶ月、2ヶ月、6ヶ月と2週間気を放、気を耐えたい、よーい、スタート。始まりました、始まりました。よし、タイタイさんついていきます、タイタイさんついていきます。これは、どうしようかな。どこで、どういう場所で戦うか。そうそう、どこを決戦場にするか。さあ、始まってるぞ。いる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 、いたら、どうする、どうする。あ、待って、上に、上に。だって、じゃあ一回上行こうか。これでもワンチャン、うん、大原めは多分俺らが下手なこと分かってるから、ね、下手だから上でこう落下ダメージみたいなこう与えて。あ、そういうこと。じゃあこっち、あ、分かった、そういうこと。そういう戦法じゃない。こっちか、こっち、こっちか行こう。いるいる、大原の近くに行ってきます。どうですか、大原ね。あー、今、あー、やばい、こっちに来てる、こっちに来てる、こっちに来てる。来た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 。やれば戦おう、戦おう。これ1段降り、あー、あー、やばい、階段やらしい、急い急い急い、落とせ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 、てか HP 分かんないんだよ、カップ投げまで。やべえ、何も分かんない、何も分かんない、 HP やばい、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 挟み込む、サンドイッチだ、サンドイッチ、サンドイッチだ、落とせ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 。これ弱いもんいじめでは。弱いもんいじめだ。ということで、キョキョタイタン勝利。いたずらに俺経験値を知らせただけなんだけど。確かに、まあ、エンダーマントラ、なんだこのクソゲーマーは。虐待ですね、これ。じゃあ分かった、これ思ったのが、検証結果、また一つトリビア生まれてしまいましたね、はい、生まれちゃった。10年あってもやっぱり2対1には勝てない。そうで、そしたら、はいはい、これ3箇所に分かれて1対1対1やろよ。てかこれ F1 押す人なかったわこれ。あー、確かにそうだね。ちょっとそしたら皆さん体力を回復していただいて、じゃあ肉取りに行きましょうか。肉をね、ひどかったなぁ今の。今のはもうなんか負ける気がしなかった。今のはね、そう、2人いると負けないね、さすがに。もはや俺どこ殴ってるか分かんなかったからさ。そうそうそう、落としたかった、ね、じゃあ皆さんあげますよ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまあとりあえず一旦回復要因で、あ、やべ、ごめん、なんで分からん、分からん、なんか一旦全員回復しましょう、はい、マックス体力ね、でマックス体力したら2個、持っていただくと。でもやっぱ大原なんか圧あったわ。でも圧あったよね、うん、圧あった、ないよ。肉持ちだけだもん。じゃあ僕、で先ほどのカードいるんで、タイタイ、じゃあ逆サイで、逆サイ、じゃあ大原で、その間タイタイで、真ん中とこう、真ん中のあのカード。よし、皆さん準備よろしいでしょうか？ OK です、 OK です、はい。で、この試合終わったら僕やりたいのが、うん、大原剣持ち VS 清太で勝てるのか。いや、それはそれは勝つんじゃない俺、うん、負ける気がすんな。で、剣、木の剣、木の剣、あ、まあ、申し上げてたが、剣、剣は剣だ。じゃあいきますよ、はい。それでは、はい、1対1対1 1対1対1、よーい、スタート。よし、うわー、怖い。これまずこれね、え、みんな隠れてはないよね。これ漁夫の利を狙うのが多分一番いいんですよ。そう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 。え、待って、これ F1 はでもそっか押せないか。でもバレてんのか、そしたら。そうや、もう普通にもう十字がみんな出てるから。あ、大原上いる。でも大原からまず離れないとな。やめてよ、俺だって。待って、雲に押されてる。ねえ、なんで雲いるの。ねえ、ちょっとみんな、ちょっと雲いるということは、ちょっと待って待って、その雲をね、味方にしようかな、僕は。ダメだって、待って、大原なんか後ろいりそう、大原後ろいりそう。あー、痛い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 、危ない危ない危ない。ネザー逃げんのはなしですか。逆にありなのかい。あー、痛い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 、ほらー、あ、殴り合いが出た、勝てない、勝てない。待って、大原どこやる、大原。さあ、どこだ。いた、やばい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 、ちょっと大原、大原が多分、はい、あれ、お前らチーミングか、チーミングか。あー、痛い痛い痛い、来たから、なんで俺やるのこれ、ほら、ほら、やるのか、あー、あー、
弱ってるやつから芝生だから定石よ。俺クモとチーミングするクモを味方にするよ。いいぞよし、いいぞ、クモいいぞよし、俺はちょっとハサミやばい、やばいジャンプインアタックしてんじゃんくらい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 やれクモ。あれいない、あれいない、あれクモ、俺のとこ来た、俺のとこ来たいらっしゃい、いや、痛い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 、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、よし、クモ頑張れ、クモ俺頑張れ、HP やばい、クモとチーミングする、俺はあー、くそ、あ、クモこっち来んだ、こっち来ん、危ない危ない、俺、クモの後ろについてって、すげえあー、あー、こっち来た、あ、ダイヤモンド、アイアンゴレム本気出した。あ、ショック、アイアンゴレム来たら終わるでしょ。あれ俺最強の戦術見つけたかもしらん。あれいないな、ちょっと俺はこっちに逃げよう。おいお前ら逃げてばっかじゃ戦争になんねえぜ。あれあれどこだ、タイタイが、あ、タイタイいた、タイタイいた、ちょっとどうしようかなこれはね、でもね、名前見えちゃってるからね。でもそんなにね、動き回ってるとあんま見えないというかね、うん、確かに、はい、逆にとどまってるのが見えるかもしんない。確かに相手の動きはね、確かに。いや、さっきタイタンやりそうだったんだけど。また見つけた。待って、大原がなんかしてる。なになになになんかしてるぞ。おい、来いや。こんにちは、こんにちは、こんにちは。こんにちは、こんにちは。ジャグリアが始まった。おい、大原来た、大原来た、大原来た。あ、すごい、キヨキヨ。おい。やめろやめろやめろ。落ちろ、落ちろ。落ちろ、落ちろ、落ちろ。俺は逃げる、俺は逃げる。でしょうね。死んでしょ。オーラ落とす、オーラ落とす、オーラ落とす。ぐらい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 。オーラの勝ちだ。やっぱね、単体戦になるとオーラ強い。そうだね、俺強い。ちょっとさすがに強い。リベンジ達成だ。じゃあ次大原、剣の木の剣持って、うん、ちょっと僕らで戦えるのかっていうね。ちょっとタイタンね、後ろ雲に来てる。いやね、途中でクモがね、俺になんかターゲット向いたんだよ。いや、そう、俺もね、向かれた。でもこのね、クモとかその敵要素も楽しいの。そうそうそう、味方にするっていう、ね、ランダム誰が狙われるか分かんない。やばかったらアイアンゴーレムとか行く。アイアンゴーレム盾にしてさ、誤爆狙おうかなと思ったんだよ。あー、そういうことか。そうだ、俺逃げたもん。それすごいね。察しが良かったね、さっき。あれはね、帰ったら一瞬で下がってったもん。うん、絶対死ぬ。すごいな完全に餌付けしてる感じだったからね。もう勝てない。これ来たかって思ったけど、ちょっと待ってよ、一旦出てからちょっと肉取り行ってくるわ。よし、そしたらめっちゃする、この人めっちゃめっちゃめっちゃ出た、この人めっちゃ。どうしたんだ、おい見て。俺は見ちゃった。いや、環境破壊してたから。環境破壊したし、天罰、天罰。大原吹っ飛んだ。大原知るところ初めて見たよ、俺。何が吹っ飛んだろう。爆死するっていう。びっくりした。めっちゃ吹っ飛んだこの人。こんな豪快に死んだの、ラジオで。面白い、見応えがあったね。見応えがあった。すげえ飛んだもんな、バーンって、うん。あ、ありがとうございます、今日本当に。最初の頃思い出したの、今。大原さん、ありがとうございます。ちょっと取れたか、欲しかったんだろ。視聴者さんも多分なかなか大原のこの姿なかなか見ることないの。超レアです。横にズドンクリーパーいたん、ここに。あー、もうゴミ、ゴミ捨てないポイ捨て反対と。あいつポイ捨て警察だぞ。ちょっと後で直しますか。ちょっと誰か俺のキロケ拾った。え、俺のキロケ拾った人いる。ある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 、俺持ってるよ。ください。ポイ捨て警察だ。これも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 。すいません、すいません。やばいね、投げてたからね。じゃあ、左で持っときます。よし、じゃあ、大原さん、さっきの、じゃあ、待って、これ先行後攻変えよう、場所の。そうだね、場所の位置。俺が、大原いたところ、俺が。そうだね。さっきのひどかったな。じゃあ、ただ今回もサンドイッチ戦法しよう。やっぱり剣だと範囲攻撃だから、結局、うん、剣持ってるには負けるわけにはいかんな、さすがに。で、なんか範囲攻撃で2人ともいっぺんにやられちゃうっていうのが一番辛いから。そうそうそう、なんか本当にサンドイッチだ。うん、サンドイッチ剣強いよ。挟み込もう、挟み込もう。よし、大原さん準備よろしいでしょうか。はいよ。それではよし、第3回大原 VS キヨキヨ大隊、大原剣持ち、用意
どんどんいったらスタートしてください。はい。始まりました。はい。さあ、大体、うん、だから左右で挟み込もう。そうだね。ちょっとね。まあ、どこラーメンが多分ね、うん、囲まれないところに行くんですよ。多分ね、上に行くんじゃない。隅とか。確かにそっか。うん。またさっきのアイアンゴーレムの横にいるとかあるかもしれないから。確かに。どこだ。ちょっと待って、いきなり後ろ取られてるのがやばい。あ、いる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 、どうだ、あ、いるいるいる、どうだ、あ、いるいる、暗い暗い暗い、俺が、大体さんよ、俺が任せる、俺が、よし、よし、ゾンビビッグマンの近くに行くんだ、大体大体ゾンビビッグマンの近くに、ゾンビビッグマンの近くに立てにしろ、立てにしろ、立てに、立てに、あ、いるいる、やばいやばい、まずは俺しだ、やばいやばい、俺が守るんじゃん、やばい、大体取る、大体来て、ここで大体取る、ダーッ、死んじゃった、どれ、あーどれ、どれ、わぁ、いけないでしょ、剣は強い、剣強いでしょ、それだって俺、何もできなかったもん、俺ら、さすがに剣は強かった。え、剣のさ、下とかないの？剣の下はないんじゃねえか。まあ、それこそクワとか。え、ダメージって強いの、それ。一応攻撃力が設定されてるクワとか。じゃあ、ちょっと大原クワでやってよ。大原農民。農民で。大原強えな、でもやっぱり。ジャンプ。さすがに剣は強いわ。剣強いか。じゃあ、クワで。でもさ、リアル世界で考えたらクワもやばいよね。やばい。クワも十分破壊力あるから。首カツン持ってかれるでしょ。瞬殺です。じゃあちょっとあえて僕らこっち行きますわ。あの僕ら桜の方行くから。うん。大原パイさん、あのアイアンゴルムがいたような。ああそこか。そう。みんなお腹大丈夫ですか？お腹大丈夫です。え、これさ、ちょっとやっぱ F1 でちょっとやんないですか？面白いね F1。で、食べたい時だけ見ていいよ。あんまり変わんねえんじゃねえか。ちょっとかくれんぼ要素あるじゃん、ちょっと。痛い痛い痛いってなるのが好きで面白いね。そう一応ね、あのシフト押すと名前隠せんのよ。ああ、その F1 押しながら。いや、F1 押さずに。いや、そのしゃがんでる状態だと名前が出ないのか。ちょっとしゃがんでみて。おー、いや、出てるけどね。いや、あの、見えない。しゃがんで、しゃがみ状態ずっとキープ。え、でも待って、建物越しでこれ見えないのこれ。いや、何も見えないよ、多分。あ、見えないね。なるほどね。そう。俺さっきそれであの階段の裏場でさ、シフトで隠れてたんですよ。なるほど。OK、じゃあ F1 をもう解放しつつ、じゃあ隠したい時も戦略性ありで。そうだね。それでは大原さん、準備よろしいでしょうか。いつでもどうぞ。それでは第4回、ここ端っこだってる、あ、ここじゃねえか。今回はクワを持ってる大原 VS キヨキヨ大隊肉2個。大原さん、準備よろしいでしょうか。今ちょうど端っこに着きました。 OK、 それでは用意スタート。じゃあ行くで。しゃがんでしゃがんで、よしよし。これもうあれだからな、幼馴染と関係ねえからな。関係ない。ははははは。で、あの高速が始まる。大体ここに行こう。よしよし、いいね。俺どこだ？俺最強の戦術してるから今。こっちの広場だとちょっとまずいかもしんないから、うん、そうだね。あえてこっち行こう、あえてこっち、ね、これが俺の必殺技だ。トライアングルボールだ。バン、トライアングルボール。で、こっちの道行くとちょっと危ないから、うん、まあ、ここじゃない。ここで、ああ、大原いるね。大原いるね。お、見つけました。はい、大原いるね。見つけてるんだよな。どうしよう。で、大原それさ、隠れてるでしょ、大原。大原絶対ね、なんか隅にいる。トライアングル戦法と言ったら。なんかそう。絶対隅にいる。で、隠れてるでしょ、大原。いや、隠れてはないよ。ただ、この最強の守りの布陣俺は引いたから。いや。守りの布陣ってことは、おそらく、あのね、ちょっと大体今ひょこんってなったけど、ちょっとねミスをしてしまいました。ちなみに、はい、あの大体を買収するのってありですか？え、なしですよ、それは。ああ、俺はそんな安い男じゃないんだ。効率強化後のダイヤツルハシが欲しくない？欲しいです。やめなさい。いや、これ思うに、今ならエリトラもついてくる。これ思うにね、アイアンゴルムのね横にいると思うんだよね。アイアンゴルム横ね。うん、じゃあ大体こっちいいんすか、大原さん、そんな動かない戦法。じわじわと俺たち YouTuber としてどうなんですか、YouTuber。 YouTuber として痛いとこついてくるな。 YouTuber としてそんなさ、ちょ、早くこっち来てよ。どこいるんだよ。多分ね、さっきさ階段上がったところにいたでしょ。あの、あ、いたそうあ、ワンちゃんそう。いや、でもね、動いてないじゃんさ、みたいな。それはねえか。で、多分なんかさっきのアイアンゴールム夫人って言ったところはさ、
そうそう、アイアンゴーレム夫人って言ってた。なんか階段登ったところとかだったよね、確かなんか。あー、さあ、どこだろうね。だからちょっとこっち、いいんすか、オハルさん、そんな。逆に俺これ見て欲しくて待ってんのに全然来ねえじゃねえか。どこにいんだよ。いた、いた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 。ただ、いいよ、もう解除しよう、解除しよう。あ、いたいたいた。俺らにはゾンビビッグマン3人いるぞ。おい、かかってこいよ。お前こっちにアイアンゴルフ3体いるからな、かかってこいよ。いや、逆に、よし、ただ行こう。いや、これ絶対ね、俺何もしなくても多分キヨケさんゴシャって死ぬよ。よし、いやいやいや、来て来て、はいはい、トライアングルボール。なるほどね、トライアングルボール。すげえ、一回殴ってみて。お前殴ってみて。あれだと思ったよ。あれおい、やれやれやれ。これ入って、あ、でも大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、こっち行こう、こっち行こう、こっち行こう。来た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 。そっか、俺がターゲット捉えちゃうんだ。やばいやばい。やばい、何クワパンチ。ちょっと待って、一回引こうか、一回引こうか。あー、耐えた、危ない、耐えた、危ない。あー、痛い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 。クワパンチ。よしよしよし、挟もう挟もう挟もう。今だったらいける、今だったらいける、よし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 。いけ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 。あ、ゾンビビッグマン撃ってた。ゾンビビッグマン。よしよし、で、ゾンビビッグマンを大原にターゲット向かせた。やべえ、俺ってこと来た。俺のとこ来た。だよ、何言ってんだよ。やべえ、俺のとこ来た。これキヨキヨさんリタイアだよ。いやいや、これはこれ、いや、これね、俺アイアンゴレムとか行け、我が分身たちよ。すげえいっぱい、ね、すげえいっぱい来た。俺紛れてるから今。アイアンゴレム紛らわしいわ。アイアンゴレムの時です。ああ、全員ネタ書いていった。おいおいおい、わあ。振り向きアタック、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 さあ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 、どうだ、さあどうだ、オッケー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 、よっしゃ、ああ、よっしゃ、まさかの大原自滅。ありがとうございます。バーだった。何しとんの。いや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 、普通にごしゃりましたね。なんで一発で死んだわ。ワンパンされてる、ワンパン。俺ら何もしないのに。なるほど、これね、大原のね、うまさとか関係なくやられてか、最後は。それしかも俺らの実力とかじゃないから、もう。ただの事故。そう、ただの事故で。事故死です。はい。面白かった。ということで、今日はですね、はい、はい、こちら、3人で PVP やってみましたけど、あれ？でも結局、1対1対1の時やったとき、大原優勝したから。大原優勝した。大原優勝です。おー、やっぱ強いっていう。大原強いよ、やっぱり。その勝利、えげない。ということでね、今回も、長い動画でしたけど、この長くね、ここまで見ていただいた方々、ぜひとも真ん中のボタンからチャンネル登録お待ちしております。この記憶のですけどね、毎日朝6時に投稿しておりますので、ぜひとも明日もチェックして、いただけると嬉しいなと思います。そして動画の説明欄には、今日出てくれたね、帰宅部トリオの、タイタイと、そして大原の YouTube チャンネルリンクがございますので、ぜひともチャンネル登録してね、応援していただけると嬉しいです。そして、この記憶のですね、再生リスト、パート1から最新回まで入って全部再生リストね、外側にありますので、まだ見てない動画あるからそちらからチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。